はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。リクルートのクーポンを使ってですね、通常は5000円ぐらいのところをですね、約半額の2500円ぐらいで埋まることができております。ちょっと今部屋紹介をしていきたいと思います。まずですね、こちらですね、後ろにハンガーがあります。これは私のジャケットですね。大きな鏡がありますね。そしてこれは何でしょうか？普通の椅子でしょうか。はい、ちなみになんですけども、シングルの部屋を借りたんですけども、多分部屋が余ってるのかわからないんですけども、なんとツインサイズの部屋を借りることができました。デスク周りを見ていきたいと思います。まずは消臭剤ですね。そして電気ポットがありました。いや、カップ麺食べれたのかないかと思ったけども、あるのかポットで、ティッシュにアラームの時計ですね。ただいま10時21分です。これは灰皿、タバコ普段吸わないんですけども、なんか喫煙ルームになっておりました。ドライヤー、電話ですね、鏡ですね。で、ライトがあります。ここのスイッチで消したりつけたりできます。で、ここにテレビがあります。で、テレビリモコン、そして、マッサージもできます。もちろんお金がないのでやりません。そしてここなんですけども、電球が入ってるんですけども、なんかつかないんですよね。で、なんかこれ裏技あんのかな。おしゃれなカーテンで、天井は意外と広いですね。で、正面を向くとおしゃれなラベンダーの、ラベンダーだね、これ。なんだこれ、生姜。ツインベッドですね。この後お風呂入りたいと思っております。トイレですね。そしてここですね、綿棒にヒゲ剃りに櫛、そして歯ブラシ、そしてボディスポンジがついております。そしてコップですかね。ここにですね、フェイスハンドソープ、シェービングと、あとボディーソープがあります。で、お風呂ですね、こちらですね。はい。はい、で、ここにですね、シャンプーとコンディショナーがついております。ここ、こうやって隠せたりもするし、まあ、隠す必要ないですけどね。まあ、冬って結構暖房費高いんですけども、まあ、こういうですね、ホテルに行ったからこそ、お湯をたっぷり出して、至福の時をですね、過ごしていきたいかなと思っております。でもね、お風呂に入れて粉がね、なかったからね、今度また来るときは、粉を買って、来たいと思います。こちらのホテルにある、めっちゃ長いんですけど、これはパジャマなのかな？でもこれズボンがなくて、すっごい長いんですよね、ここ。はい、というわけでですね、ただいまなんですけども、11時23分です。というわけでですね、夜ご飯を食べていきたいと思います。で、今回買ったものなんですけども、セイコーマートで購入しました。こちらですね、チンして美味しい蕎麦、和風、豚焼きうどん、これ焼き釜で、さらに北海道山わさび、さらにスパイシーベジタブルスープカレー。とりあえずまずそばですね。まあチンはないんですけども、こんな感じですね。すごいこれ美味しい。あーってこれやっぱチンいるか。やっぱもう手遅れなんで、ちょっと食べていきたいと思います。これ絶対チンした方が 100% 美味しい感じじゃん。もうゼリーそば。腹減ってるから悪くない。絶対チンした方が美味しいです。コンビニでチンしてもらえばよかったな。今思ったらもう遅いですけど。美味しいね。これ税込み119円なんですけども、こんなに大きい肉が入ってるんですよ。安い。セイコーマートはね、コンビニで一番好き。この焼きそばシリーズ最高。うん。メイン完食しました。あ、匂い、やば。チートスか、これ。お！山わさび効く。これ結構効くな。ツーンとくる。わさび風味のチーズ。あー、これ結構くるな。辛いの好きな人、ぜひおすすめです。続きまして、スパイシーベジタブルスープカレー味。ラジオから生まれた。へー。片揚げの感じのポテトチップス。スパイシーなスープカレー。あ、これ美味しい。止まらな。で、焼き釜。やったことない。これは200円はしなかったです。安定のうまさ。あとは家もん。家もんは美味しい。はい、夜食が終了しました。こういったですね、ホテルシネマガイルというですね、ものが出てきました。で、こちらなんですけども、ホテルの入るところにですね、なんか映画のチケットみたいなやつがあって、まあ多分ここにあるテレビでですね、バンブルビー普通に見たいな。で、他にもいろいろ見れる映画があるそうで、12人の死にたい子供たち、雪の花、あ、これも見たいね。で、ピーター・ジャクソンのモータルエンジンも見れるんだ。見て、
見てください。ですね、テレビなんですけども、朝食。まあ、朝食はですね、ちょっと明日楽しみなんですけども、6時45分から9時半までですね、朝食を食べれるということで、ちょっとこれ、すごい楽しみにしてます。Wi-Fi も全部ついてます。コインランドリーあんだ。ビデオシアター。これがお金がかかるやつですね。1日1000円出せば、あ、これで見れるんだ。1000円は高いなぁ。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。7時41分です。1日ぐっすりと眠れました。やっぱりですね、ベッドがふわふわ、ふかふかで、昨日の夜に気づいたんですが、ここに冷蔵庫がありまして、機能を使えるということが分かりました。お茶を入れてます。で、さらにですね、この下のコースなんですけども、なんとですね、コーヒー好きには嬉しいですね。ドトールさんのコーヒーですね。ちょっと今ですね、お湯を沸かしておりまして、ドトールコーヒーをいただきたいと思います。楽しみですね。はい。で、もう少し経ったらですね、こちらのヘルシー無料朝食サービスですね。和洋風のブッフェスタイル。こちらはですね、無料で食べるということで、いただきたいと思っております。ちなみにここの場所なんですけども、大通公園と続きの、その真ん中あたりですね、ホテルラフィナート札幌、こちらです。お、そろそろ沸いてきました。コーヒー、そしてクリーム、砂糖。砂糖は使わないので、パウダータイプのコーヒーですね。クリーミーパウダーを入れたいと思います。高温に変わりました。香りが漂ってきました。朝はやっぱりコーヒーですね。いただきたいと思います。ああ、いいですね。朝の太陽光が部屋に差し込んでいる状態でベッドルームを紹介していきたいと思います。まあ今回はですね、ラッキーなことにですね、ツインルームを借りれたということでですね、この布団が結構いいんですよね。あと、ちょっと嬉しかったのが、ここですね。このベッドなんですけども、見た目はわからないんですけども、ここ暑くてですね。はい、というわけでですね、トランポリンかっていうぐらいですね、スプリングが効いてます。はい、で、ここが、デスクですね。まあ、実際にですね、この割引を使ってですね、部屋を探したんですけども、一番の決め手というのは、おしゃれな感じですね。こういうところとかですね、こういうですね、感じですね。はい。で、ご飯食べてきました。美味しかったです。いろいろと。というわけで、では今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。もし興味がありましたら、ぜひともですね、概要欄に貼っておりますので、見てください。ではまた次の動画で会いましょう。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。他にも、こういった動画を出しております。ぜひ、チャンネル登録をして、他の動画もご覧ください。